日本初のグローバルグループチーム、読み、エンティーム、のニコラス、ニコラス、が2日、埼玉スーパーアリーナにて開催されたファッションイベント、第37回マイナビ東京ガールズコレクション2023オータムウィンター、以下、マイナビ TGC2023AW、に出演した。写真、チーム、ニコラス、発ンウェイでの姿がかっこよすぎ、チーム、 ニコラスの鋭い眼光にドキッオレンジカラーや柄が印象的なジャケットを着こなして登場した金髪姿のニコラス。普段は優しく、おちゃめな一面もあるニコラスだが、その雰囲気を封印し、クールな表情で堂々とカッポ。鋭い眼光で圧巻のオーラを放ち、発乱ウェイとは思えぬ姿を見せていた。BTS、セブンティーン。 ジャスティン・ビーバーやアリアナ・グランデなど世界で活躍するアーティストが所属する様々なレーベルを擁するハイブの日本本社ハイブジャパン参加のハイブラベルジャパン初のグローバルグループとしてデビューしたチーム。ニコラスの他、EJ、ウィジュ、フーマ、フーマ、K、K、ユーマ、ユーマ、ジョー、ジョー、ハルア、ハルア、タキ、タキ、マキ、マキの9人で2022年9月3日に結成。 同年12月7日にデビュー ET、ファーストハウリング、Me をリリースしデビューを果たした。またグループ結成から1年を迎える前日に、アンドチームとしてアーティストステージにも登場する。TGC2023AW、テーマは、インフィニティ、インフィニティ、マイナビ TGC2023AW のテーマは、無限を意味する、インフィニティ。イベントの制作。 運営過程で AI による最新技術を活用することで、拡大するライブエンターテインメント市場の成長を止めないための産業全体の発展に貢献することを一つの目標とし、ライブエンタメの次世代のあり方や、人と AI の競争による無限の可能性を模索していく。出演者には中条あやみ、新川ゆあ、藤田ニコルなど豪華モデルが集結。 平成フラミンゴやクレイジーマグネットら人気 YouTuber も出演し、レセラフィム、ルセラフィム、アンドチーム、エンティームなどのアーティストがライブパフォーマンスを盛り上げる。モデルプレス編集部。